こんにちは。今回はこちらです。亀の海のささめ焼き純米吟醸自家組室賀生です。醸造元は長野県は佐久市土屋酒造店さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ、塩米は品種の記載がありません。精米倍は 59%、 アルコール度数は16度というふうになっています。新酒です。グラスに注いだ状態になりました。今回は亀の海ですね。お恥ずかしながらこちらの銘柄名を存じ上げなかったんですけど、ご視聴いただいている方からコメント欄でお勧めいただいて、あのダッシュで買いに行ったんですね。で、醸造元の土屋酒造さん、土屋酒造店さん、明治33年の創業ということなんですけど、長野に旅行に行った際にいただいた赤根サスというお酒、そちらの醸造元でもあったんですね。あそこかっていうことで、きっと美味しいんでしょうね。というより長野全域がですね、結構美味しい酒蔵さん多いですよね。本商品は結構こう強めのガス感があるということで、これまたコメント欄で教えていただいてるんですけど、どうですかね。前年以前の同じラベルを知らないので、ちょっとこうフラットな感じでですね、味わっていきたいと思います。いつも通りですね、まずは香りから。あ、いい香りですね。フルーティー系ではあるんですけれど、非常にこう爽やかですね。重そうな印象は全くないです。楽しみですね。実際に口に含みます。うまいですね。系統は個人的にはマスカットとか青リンゴとか、そうです、そう、爽やかな感じですね。これは上立ち家から受ける印象と全く同じです。で、ガス感ね、やっぱり強いと思いますよ。爽やかさをより一層強くしてくれて、そうですね、爽快感ですよね。いやー、いいですね。このめちゃくちゃいい香りが、なんとなく味わいを甘みと錯覚させると思うんですけど、すいません、思うんですけど、旨味ベースですね。旨味ベースなんで、保管にしてもいいかなって思ったんですけど、でもね、やっぱり、これだけこうガス感があると、なんか飛んでしまうような気がしてですね。いや、これは冷たい状態でいただきたいですね。ああ、美味しいですね。ちょっとこう、ガス感と香りで、判定が、自分の認識は狂うんですけど、濃いと思いますね。味わい結構濃いんですよ。でもその濃さを忘れてしまうぐらい、非常にスッキリした仕上がりになってます。ドライ感はそんなに強くないですね。苦味とかはどうかな。うん、そうですね。ドライ感こそそれほどないんですけど、心地よいですね。いい感じの苦味が残ります。酸味はさほどないかなと思うんですけど、そうですね、全体的にこう爽やかな方に、こうキレがある方にまとまっていってると思うので、酸味なくてもいいですね。酸味強の信者なんですけど、こちらはね、酸味がなくても十二分に美味しいですね。素晴らしいです。といったところです。レビュー部分もご視聴いただきありがとうございます。よろしければこの後ですね、Vlog チックの部分も合わせてご視聴ください。長野県の日本酒のうち、これまで投稿した分を中心に振り返りつつのまとめをしていきたいと思います。今回の亀の海は佐久市の銘柄です。本編でもお話しした通り、赤根サスでもともと認識していたこともあり、個人的に要注目の銘柄、酒蔵さんになりました。長野の銘柄では、上田市の信州喜連と長野市の川中島玄武がほぼプレミア化していることもあり、人気注目度という点で2トップといっても過言ではないでしょう。つい最近では IWC のチャンピオン先を受賞した木曽村は湯川酒造店さんの16代黒上門ももともとの人気をさらに高めそうです。もともとの人気という点では小布施ワイナリーさんもですね、奇跡的に一度だけ入手できたことがあるんですけど、その後は全く遭遇できず、
遭遇したら必ずまた購入したい銘柄です。また個人的には諏訪の本金が感動するレベルだったことも記録したいです。同じく諏訪の増美はレジェンド枠ですね。秋田の高清水や福島の奥の松、宮城の一ノ倉のような、そんなに日本酒に興味がない人にも多分認知されているであろう、しかも昔からみたいなポジションでしょうか。その他にも名郷止水や大信州、水尾や二子鶴なども挙げられますが、何せ80の酒蔵さんがあり、その80の蔵には複数の銘柄があり、現状では全くカバーしきれていませんが、引き続き追いかけ回していきたいと思います。総じてレベルが高いかと思いますので楽しみです。最後に視点を変えて、これから長野のお酒を知りたいという方向けのお話をすると、効率が最も良いのはやはり長野市に行ってしまうことでしょうか。長野駅の駅ビルにある信州クラウドさんは立ち飲み形式で、おそらく長野のほとんどの銘柄を楽しむことができます。都内でも銀座のアンテナショップにバースペースがあるので同様の機能があるかもしれません。すいません、今度行った時にメニューを確認してきますね。酒タイムズさんの都道府県別のランキングも大変参考になりますが、やっぱり実際に飲んでみることとの併用でないと印象に残すのが難しいかなと思っています。現時点でのまとめにお付き合いいただきありがとうございました。あと少しだけ Vlog チックパートが続きます。今年も年末年始の飾り付けが始まりました。このパイプに提灯がいっぱいつくんですね。おはようございます。本日は2023年12月の9日土曜日です。普通に土曜日なんですけど、はい、お仕事ですね。お仕事があって帰ってきました。定時で上がれたんですけど、今日は同僚が私の事業所に来てくれたんで、ご飯でも食べようかと、すみません噛みましたね、食べようかと。焼肉を食べました。ちょっと久しぶりです。年取ってそんなに肉肉しなくなりましたからね。最近の動画でカチャカチャするノイズ音が入っていることに気づき、場面によってマイクを使用してみたのですが、設定ができていなかったようで音が入っていませんでした。とりあえずこの場面は前回も乗車した無料の巡回バスに乗れたぜ、やったぜを表現しつつ、またまた日本橋に来ては長谷川さんを除き、広渡川の濁りがあったけど他人様の取り置き商品でした、悲しいみたいな話をしています。というわけで望みは薄いですが、こちらも見ていきましょう。はい、見てみましたが、アンテナショップにも広渡川の濁りはもちろんなく、しかも残念なことに以前まで広渡川は12月上旬の入荷予定と書かれていた店内の張り紙が、広渡川は入荷未定に差し替えとなっていました、みたいなことを話してます。仕方ないですね。この後は茨城の実家に帰ります。茨城に帰ってきました。両親と食事だけして 2,3 時間で帰ります。実家近くまで帰ってきました。実家に帰ってきた時のお楽しみ、取手市の中村酒店さんですね。いいのあるといいな。多分飲んだことあるんですけど、信州綺麗の人心地、ラベルの色がエチケットの色が違かったんで、ちょっと試しで買ってみました。まだ照明はついてないですけど、とりあえず設置はされましたね。金河新年、いよいよ年末年始です。自宅のすぐそばについてですね、昼間気づいたんですけど、結構イチョウが立派です。黄色は美しいですね。帰宅しました。今日ゲットしたお酒たちです。こちらが天保一広島のお酒です。
あ、ひょっとしたら季節商品じゃないかもしれないですね。あ、レギュラーのラベルかもしれません。それから開けてちょっと飲んじゃったんですけど、信州ギレの人心地です。ここのエチケットの部分、青いのは持ってるんですけど、シルバーのは今日初めて見ました。で、最後にこちら荷札感を、荷札っぽい感じなんですけど、こちらは観光梅です。ちょっと珍しくないですか？プロトタイプということですね。